パラリンピックのレガシーについてお伺いいたします。東京2020パラリンピック、オリンピック・パラリンピックは異例ずくめの大会ではありましたが、全世界に感動や勇気を届けてくれました。特にパラアスリートのパフォーマンスは世界中の人々を魅了し、我々の心をいい意味で揺さぶってくれました。東京2020大会が無事に終了した今、大事なことは大会のレガシーをしっかりと後世につなげることだと考えています。世界で初めて2回目の夏季パラリンピックを開催した都市として、パラスポーツの魅力を多くの方に伝えるとともに、障害の有無に関わらず、男性も女性も、お年寄りも若い人も、すべての人がお互い尊重して支え合い、自分の可能性を発揮できる共生社会の実現が期待されています。今後も子どもたちに対してスポーツを通じて困難を克服してきたアスリートと直接触れ合い、話を聞く機会の提供を続けていただきたいと考えますが、区のご所見をお伺いいたします。以前パラスポーツの大会を運営している方とお話をする機会がありました。その方によると、まだまだスポーツ施設のバリアフリー化が進んでおらず、またパラスポーツへの理解も乏しいため、大会や練習をする場所を見つけることも難しいとおっしゃっていました。区立のスポーツ施設は改修によりパラスポーツができる環境が整っています。ぜひパラスポーツの普及促進及び身近にパラスポーツを観戦でき、パラアスリートのパフォーマンスの凄さを体感できる機会を区民に提供するために、パラスポーツ大会やチームの誘致を要望いたしますが、区のお考えをお伺いいたします。また近年パラリンピックが開催された都市は、開催決定をきっかけに変貌を遂げ、街中のバリアフリー化が一気に進んでいます。東京においても会場周辺を中心に鉄道機関などのバリアフリー化が進みました。一方で練馬区内を見てみると、まだまだ不十分な箇所が残っています。光が丘駅や小竹向原駅はバリアフリー経路が一ルートのみとなっており、バリアフリー経路のない出入り口においてエレベーターやエスカレーターの設置を求める声が多くあります。ぜひバリアフリールートのさらなる拡充に取り組んでいただくことを求めますが、区のお考えをお伺いいたします。私から障害者スポーツについてお答えいたします。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、パラスポーツが注目されており、障害のある方もない方もスポーツを楽しむ機会の充実が求められています。地域体育館でのパラスポーツ教室の開催など、障害の有無にかかわらず身近な場所でスポーツを楽しむよう、体験会や教室のイベントの実施に取り組みます。障害のある方がスポーツを楽しめる環境を充実するため、パラスポーツに係る指導員の育成に取り組みます。また指導員の資質を向上するため、上級・中級の指導員資格の取得を進めます。障害者のスポーツ大会などが開催される際には、積極的に協力してまいります。光が丘駅及び小竹向原駅のバリアフリー整備についてです。両駅は駅の構造上、1ルートだけでは利便性を欠くため、2ルート目のバリアフリー経路の整備が必要であると考えており、これまでも鉄道事業者に整備を要請してきました。区ではバリアフリー施設を必要とする利用者数の推計など、独自の調査を行い、これらの調査結果をもとに鉄道事業者に働きかけていきます。